山名宗運公の墓、南禅寺在身上院、京都市左京区、山名宗運。山名持豊とよは、室町時代の武将、守護大名。家系は、日田支所流の山名氏。室町幕府の史識の家柄で侍所頭人。田島、貧乏、秋、伊賀、張間守護。山名時広の三男で、母は、山名氏清の娘。意味名は、持豊とよで、 宗雲は出家後の法名。応仁の乱の西軍の総大将として知られ、西軍の諸将からは、宗雲入道、または赤入道と呼ばれていた。応英十一年五月二十九日、山名時宏の三男として生まれる。同二十年、十歳で元服、四大将軍、足利義持の名の一時を賜り、持とよう名乗る。同十八年十二月、ウ人として、 父の重邸にあたる稲場主も、山名広高と共に、貧乏国人の討伐に向かい、翌年に京都へ戻った。欧二27年に、長慶万事が死去し、後継問題が浮上した。欧三35年に、山名時博が重病になり、餅問屋を後継にしようとするが、六大将軍、足利義則が自分の側近であった寺慶餅博を後継に立てるように命じた。 まもなく時広の病状が回復したために一度は先送りになったが、将軍の意向が示されたことで、山梨は動揺した。ところが、永京3年5月には持広が吉則の歓喜を受けて廃着されたため、永京5年8月9日に家督を相続、田島、貧乏、秋、伊賀4カ国の守護大名になった。病気がちの父に代わって、義則に仕え、永響七年には、 父が死去、同9年には、もちとよの家督相続に不満を持ったもちひろが、ビンゴで拒兵したが、これを鎮圧する。永響11年、正四位下左衛門の差に任官し、翌年には、幕府侍どころかしら人家に山城守護となる。か吉元年6月24日に、足利義則と共に、張馬、美善、三坂守護、赤松光つ助の屋敷を訪問したが、 三つ助が義則を殺害すると抵抗せずに脱出し、両国の針まで拒兵した三つ助を撃つため、7月28日に、侍どころかしらにを解かれた後は、同族の三名教、清山名則りや、嫡男の京諭高と共に討伐軍を率いて、田島から針馬へ進行。三つ助の城山城を陥落させて、鎮圧に貢献し、赤松氏の両国を加えて、針馬を獲得。 5カ国の守護となり、山名広志高の稲葉も合わせて10カ国の守護職を回復して、牽制を得た。だが、一方で、赤松三助を打つ前からもちとよは勝手に自らの守護代らを張り間に送り込み、同国内の所領を横領するなど、幕名を無視する行動を続けており、公家のまでの工事と木草は持ちとよが守護に認じられれば、一国滅亡になると嘆いている。 カキツ2年に出家して、総ポート合意し、長六年間に総運と改めた。東張間の赤市軍、美濃軍、加藤軍三軍は、三つ助の重邸の赤松光つが、大官になっていたが、幕府に申し出て、文安元年に、この三軍も領有した。同年10月に不満を抱いた、万世が張間へ下校したが、翌年1月から4月にかけて、万世を討伐、東、 はりを実力で領有した。しかし、この後に、赤松市の両国奪還運動が続いていくことになる。柿津三連には、柿津の乱で殺された、山名博士隆の娘を勇士に迎えて、大内範広に嫁がせ、文案4年には同じく、博士隆の娘を幕府官僚の細川勝元に嫁がせて、大内氏や細川氏と、遠赤関係を結び、勝元と共に、 畑山持国に対抗した。結果、京徳3年に、お家騒動で、足元が揺らいだ持国を失脚させることに成功、勝本とともに、幕政の頂点に立った。京徳3年11月2日に、赤松市の出資をめぐり八大将軍、足利義政と対立、総軍退治を命じられた、初代名の軍勢が京都に集結したが、 細川勝本の取りなしで総運退治は中止され、総運は家徳と守護職を着難の郷豊に譲り、田島へ下告。同年、赤松光つ助の追い直なおが、針まで挙兵して、郷豊の子で総運の孫にあたる山野正とを攻撃した。総運は、田島から出兵して乗り直軍を破り、乗り高を自害に追い込んだ。結局、田島で4年間過ごし、 長六二年に赦免されて、再び上落、漠政に復帰した。干渉元年に、京豊と対立して、京豊が針間へ逃れる事件が発生、ほどなく和解している。干渉三年に、次男の瀬豊が、貧を、秋守護に任命。干渉五年に山城守護も兼ねたが、勝本の引き立てがあったとされる。もともと明徳の乱で厳罰を受けた山梨が、 王衛の乱の功績で、ビンゴや秋、岩見が与えられたのは、大内氏を牽制させる意図であったのに、山梨が大内氏と結ぶことはその戦略を大きく狂わせるものであったから、この動きに対抗するために総運と、ぜゆたかふの関係にくさびを打とうと考えたとみられる。三関連家の畠山氏の家徳争いでは、勝本は、 畠山正長を支持するのに対して、畠山吉成を支持、芝氏の家督争いでは、芝吉都市を支持する勝本に対し、芝吉門を支持、幕政をめぐり婿である勝本と対立するようになった。芝吉門のみならず、大内氏や一式氏など、半細川勢力と呼ぶべき、諸大名は、次第に総運と関係を深め、総運は彼らの名士的存在へとなっていった。 干渉6年に男子を出産した足利義政政室の日野富子は、実施の足利義直の将軍職を望み、総運に接近する。文章元年には、勝本と共謀して、万所執事の伊勢定近や木に誠しべらを失脚させる文章の政変を行う。同年12月には、畠山義成を上落させ、将軍と対面させる。応仁元年には、 畑山正長が失脚して、官僚は三名派の柴吉門となる。さらに、五令合戦では吉成に加勢し、正長を駆逐させる。勝本も巻き返しを図り、5月には、総運と対立する赤松正則が張りへ進行したのをはじめただし、豊かもビンゴへ進行、双方で散発的な衝突が起こり、5月26日の状況の戦いをきっかけに、 応仁の乱が始まった。総運は伊豆市この墨山城に各国から集結した西軍を率いて挙兵し、京都へ進軍する。当初室町邸の将軍らを確保した勝本率いる東軍に対して劣勢であったが、8月には、諏訪から上落した大内正宏と合流し、一進一退の状況になる。文明3年に、 小倉宮の血を引く西陣南三角を擁立したが、ほどなく放逐された。文明4年には和平交渉も行われたが、赤松正則の抵抗などで失敗。5月には総運は自害を試みている。応仁の乱の頃の総運は60を超える老齢のためか、若い頃の豪気な性格はあまり見られなくなった。文明二年六月には総運が東軍に降参する、あるいは 副将格の大内正宏が社名を望んでいるという奇妙な噂も流れ、西軍の結束力に乱れが起こった。西軍が擁立した足利義美と畠山義成の不和も生じ、8月には三名一族の山名則りが東軍に転じたという噂も流れたという。このような事態のためか、文明4年8月に総運は家徳を正と世に譲っている。 着手の教諭高は、応仁元年に死去していたためである。応仁三年、東軍が、西軍本陣に切り込んできた時には66歳の、老齢ながら、愚足をつけ刀を取って、庭に出て、敵兵を追い払ったという記録がある。しかし年齢による衰えは隠しようもなく、文明二年には重度の中分に侵されて、自筆もできずに花王院を使用していた。 またこの頃は総運が和平を望んでいるという噂が頻繁に流れたという。文明5年に1月、一族の最重鎮だったのりゆきが死去、後を追うように2ヶ月後の3月18日に総運も病死した。去年70。千年に切腹未遂を起こした時の傷が悪化したのが原因とも言われているが、詳細は不明。墓所は、 京都市左京区の南禅寺達中の新城院。総運死去から2ヶ月後の5月11日に、勝本も死去、文明6年4月3日、正豊と勝本の子、正元の間には僕が成立、細川氏と山梨の和解が実現した。東西両軍の残存勢力はなおも戦ったが、最終的に文明9年に終結した。正豊は和睦後も張馬、備前。 三鷹をめぐって赤松正則と衝突文明15年に正則に勝利して一時は三カ国の大半を制圧したが正則と家臣団が団結して反撃文明17年から劣勢に傾き長教二年に針間から撤退三カ国は正則が領有したまた針間奪還の失敗から次男の春豊を擁立した貧乏国人衆と対立正豊は 春豊を拝着して、事態を収集させたが、国人が力をつけるようになり、両国支配は、揺らいでいった。稲葉、宝器それぞれの山梨も構想を起こし、没落の端緒となっていった。ガツヒ、イコール旧歴南禅寺、市川博士は、将軍、足利義則の遺構によって、時系の山名持広が後継者に立てられかけ、それを実力で排除することで家徳を継承するという、 持ちとよの体験が室町殿や幕府の影響力を排除して実力で勢力を拡大することを試行するきっかけになったとする。また、市川は別の著作で細川氏は官僚職など公的権力を利用して勢力拡大につなげることができたが山梨にはそれがなく持ちとよは諸大名との関係形成や文国における所領の横領など私的な部分を用いた 拡大策を取らざるを得なかった。それは、公的権力に干渉されない山梨及び、餅ちとよの強みであったが、それは反対に、足利義政や細川氏畠山氏赤松白書大名の警戒心を招き、応人の乱をきっかけに、一族の分裂格策などの弱体化策が行われた。結果、餅ちとよの死後の山梨は、急激に衰退していった。すなわち、 強みと、限界は、表裏一体であったと論じている。性格は、劇場、横暴、傲慢とされ、下吉の乱で、赤松市討伐に向かうまで、部下の兵士が、落中の土葬、七夜を襲撃した事件で、官僚の細川持ちこれから抗議されたことがある。しかし、総運はのらりくらりとした態度をしたため、激怒した持ちこれが総運をも攻めようと、強硬な態度を見せたため、 ようやく鎮謝した。この時のことを、縦ち期の柿津元年7月12日以上には、近日の武道、乱り吹きはただだ三名にあるなりと記録されている。両国でも、荘園や自社領の横領が絶えず発生し、特に旧赤松寮における横領はひどかったという。吉政から討伐命令を出されたことなどもあるが、総運は反省の色を見せずに帰って、 吉政をののしって、隠居命令まで出されている。また息子の京豊とも衝突、長六四年には一年間に二度も対立して、京豊が張間に下校しているほどである。心優しい一面もあり、病気の家臣をいたわったり、死去した家臣を痛んだりしている。文案元年2月17日から23日にかけて、総運は、渦ず役氏やくしに賛同して、 家臣の多幸入道の病気併用した。干渉元年には、父の命日に僧侶を集めて、冥福を祈らせていた家臣が死去したことを感じ入って、その家臣を悼んで度胸の放映を開いている。また、家臣の八木演習が文明元年に死去したとき、ミラの六時をしたためている。また、大人気の信憑性はどうあれ、将軍の足利義政との対立を決意して、 文国の兵力を動員したとき、カや大高タら十三人の家臣が上位に背くことの火を解いていさめ、それでも戦うなら、我らは出家して、高野山に登ると言い出した。それに対して総運は、娘婿の柴吉門と共に切腹するが、お前たちは止まれと述べた。総運は家臣を道連れにすることを恐れて言ったのだが、この発言で逆に家臣らは、 宋雲と行動を共にすることを決意したという。赤入道のあだ名は当時から広まっていたようで、一級総順は顔が赤いことと好戦的な性格から美写門天の生まれ変わりと書いている。ただし実際の宋雲の肖像がどのようなものかは伝わっておらず、不明である。なお、宋雲自身も美写門天に特別な思いがあったのか、兵庫県朝越の和シ原寺に、 宋運が寄進した微射門天像がある。宋運には政治欲は乏しく、もっぱら軍人としての性格が強かったという。宋雲時代の三名軍は兵力も多くて能力も強く、幕府がたびたびのあった三名軍をそれでも幕府体制の中に組み込んでいったのは強大な軍事力が他の大名を圧倒していたためという。 書き付きでは、総運は公式の政務に関与することは、少なく、軍事方面に関わるのみだったとしている。実際、侍どころかしら人の職にあったのも一年余り、ほどで、以後は、幕府の宿老として、牽政を振るった。総運のやり方は、数多い史上だけに突撃あるいは迎えて、人脈を広げて、勢力を拡大するというものだった。室町時代末期に書かれた、 地理塚物語では、王人の乱の最中に訪問した公家が先例を引き合いに出していめたところ、これからは霊という字を時に置き換えたらどうか。先例というがあなたが没落して私と対面している今こそ時を重視すべきではないかと言ったとするエピソードが書かれ、時世を重視する騒音を表す逸話として引用されている。この話が史実かどうかは不明だが、 総運が形式より実力を重要視したのは事実で、荘園を横領するなどの行為など後の戦国、大名の実力本位の行動が総運にはたた見える。かつて応仁の乱の原因は、勝本との対立が主流だったが、対立は干渉6年からであり、それまでは協調して、幕政の勢力争いに対処していったことと、 文明4年の和睦交渉まで数えると対立時期が7年しかなかったこと。騒雲と勝本が死去した後の文明6年に、それぞれの後継者が和睦したことから近年は異説もある。自社の保護に熱心な一面もあり、本領の田島をはじめ系の自社も庇護している。浄瑠璃、歌舞伎作品、キャラ仙台萩において、山名宗雲は逆進に期壇上の後ろ盾として描かれる。 また、江戸時代後期のベストセラー、ニセムラサキイナカゲンジでは、将軍を狙う悪役として描かれている。ありがとうございます。